はようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのアイリです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、はい、ということで、はい、今日は7月の9日、はい、そしてですね、そしてなんとですね、今日で110回目です。イエーイ。いやいやいや、110、まあ、次回が1ならず1、2週連続イエーイ言うてますから、イエーイ言うといてください、紹介、はい、で、まあ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 、やっぱ暑くてですね、すいません、今6月中なんですけど、まだね、はい、でも本当にこの猛暑日が続いていてですね、当時にが出るんじゃないかぐらいの勢いで、で実際そのすごい数の人が6月としては非常に多い人数の方が熱中症でね運ばれてらっしゃることなので、みんなやっぱ気をつけないといけないと思うんですよね。で皆さんにもう一つご報告があって、やっとですねクランクアップしました。はい、映画灯る、なんとですね6日間に結局渡ったんですけど、その期間がなんとですね、一番最初から一番最後までが1ヶ月半、まあ約2ヶ月ぐらいいるというもう季節変わりかけてるやんみたいな撮影期間、そうそうそう、撮影期間そんな撮ったんみたいな、まあ、間だいぶ空いてるんですけど、はい、そうなんですよ。もう6日中4日間雨にやられ、はい、はい、なんでやねんって感じなんですけどね、それでもまあなんとかやりきったんですけど、残りの2日間すごくいい天気で、でこれが危なかったんですよ、本当に。で僕割とね熱に弱いタイプで、寒さには強いんですよ、でやっぱ撮影中も日傘しながら撮影できへんから、炎天下の中で撮影するみたいな感じになっちゃったので、はい、やっぱ体がだいぶしどかったんですよね、でいろいろ飲むんだけど、水飲んでもお茶飲んでも喉は渇くんですよ、はい、飲んでも飲んでも、だからお腹チャポチャポしてるのに喉渇くみたいな変な感じやったんですよね。でそんな時になんとですねこれですよこれですよ、塩分チャージタブレット、ね、これを一口舐めたらもう全然違うんですよ。もうものすごい、元気になってきて、効果抜群。いやもうめちゃめちゃ抜群でしたね、はい、だからよく言われるじゃないですか、水分を取っても取っても、結局体の中から出ていく塩分とミネラルが補給されないと、はい、体が動かなくなるんですよね、でまさに僕 だからそういう状態で、まあ、脱水症状ではないんだけど、体を動かすのに必要なものが足りてない状態、でそれをこれで補給したら、まあ本当に、すぐ回復したっていうか、すごい。味はね、なんかポカリスエットタブレットにしたみたいな感じなんで、これ食べながら水含むと口の中でポカリスエット飲んでるみたいな感じなんですけど、ものすごいいいと思います。だから皆さんぜひですね、なんかちょっとね、戻り梅雨とかつってちょっと、降るとか降りへんとかっていうのもあるかもしれませんけれども、これからの季節ね、こういうのをちょっとカバンに忍ばせとくといいかもしれない、ね、場所によってはひょっとしたら日陰に入れないような場所もあるかもしれませんから、そういう場所でちょっとやばいかなと思った時にこれをちょっと舐めると、だいぶ違うと思います。で切れちゃうんじゃん。あら、あら、やばいな奥さん早行ってくださいね、というお話はまあさておいてですね、はい、はい、ということで、まあ今日の7月9日、はい、どんな日なんでしょうか。はい、ジェットコースターの日です。ジェットコースターの日、はい、はい、1955年昭和30年の7月9日に日本初の本格的なジェットコースターが設置された後楽園遊園地、あ、後楽園、はいはいはい、現在の東京ドームシティアトラクションズが、はいはいはい、開園した日となっております、うん、はい、このジェットコースターは全長、1500m、最高時速が55キロであって、うん、まあ、ジェット機にちなんでジェットコースターという名前が付けられて、はいはいはい、その後ね、一般的な、ジェットコースターという名前がね使用されるようになりましたという人になっております。後楽園が最初やったんね、はい、でその花屋敷ではなかったんや。
あ浅草花屋敷ではなかったですね、なるほどなるほど、へえ。いやでもみんなね絶対ジェットコースターはちっちゃい時乗りたいっつって乗るじゃないですか、乗りますね。だから思い出ないですか。今思い出しました、今ほんまにまさに思い出しました、うん、初めて乗ったのが、うん、エキスポランドですわ僕多分。エキスポランド、はいはい、近くに親戚おったんで、はいはいはい、そこ行った時に小学校の時に初めて乗りましたね、うん、ああどんなやつでしたエキスポランド。多分普通のジェットコースターでしたけど、うん、そのカーブが普通にガーって曲がるイメージあったんですけど、うん、カーブがガンガンってこう曲がる、めちゃくちゃ怖かったです曲がる時がガクガクってこう曲がるっていうか、グーンじゃなくてガクっていくんや、ガクっていくイメージがありましたね、ジェットコースターでこんなんなんやって僕多分ね一番最初乗ったやつは、うん、親と一緒に行った生駒山上遊園地か、もしくは小学校の友達と一緒に遊びに行ったあやめ池遊園のあのジェットコースターやと思うんですけどね、なんか4年生か5年生ぐらいに お小遣いもらってあやめ池遊園行ってみたいな、なんか遠足代わりに行ったみたいな記憶はあるけどな、なんか多分それが最初ちゃうかな。で大体の男の子とほらジェットコースターって俺大好きやねんってアピールするんですけど強いねみたいな、そう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 、俺大丈夫やねみたいなのを言うの大好きで、大好きですね。田舎やったんでやっぱり、ね、都会に行かないと乗れない。ああそうか、だからほんま小学校の時奈良ドリームランド、はい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 、奈良ドリームランド、ね、3家族ぐらいで、はい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 、家族旅行で、うん、そうそうそう、奈良ドリームランドは大体ねあの車で行くとこやから、みんな割と家族旅行とか行くよね。なかなかそのあやめ池とかで、名前は聞くけども、遠いところ、だからね、遠い国がある。すみません、あの僕八尾出身なんで八尾市の子供たちっていうのはもう、はい、生駒山上遊園か あやめ池遊園かどっちかなんですよ。あの近くの遊園地って言ったら、だからあの平パーとかもあるけど平パーだいぶ遠いんで、乗り継いでいかなくんから。で生駒山上とあやめ池は、あの近鉄電車で行けるんで、はいはいはい、あと撮影でね、はいはい、和歌山マリーナシティ、はい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 、そういう和歌山マリーナシティの CM やったんで、家族連れのまあお父さん役やったんで、ジェットコースターのシーンもあったんですよ、もう連チャンで6回か7回ぐらいずっとその撮影するのに乗ってましたね何回も降りずにね、何回も乗るんですよ。わあ、でも私羨ましいな。私、ね、できないですもんね、ジェットコースター好きやから、毎回何回も乗りたくて、一回降りて、また持って行って、絶対そうなりますもんね。なるから、めっちゃ羨ましい。ってことはないですもんね。なんかね、なんかあの俺の知り合いやねんけど、なんかあのお兄ちゃんがおってさ、お兄ちゃん怖がりやねんって。で、その怖がりなお兄ちゃんが、あのなんか本当はジェットコースター乗りたいねんけど、あの怖かったら嫌やから、はいはいはい、先に妹に乗せさせるらしいね。で、お前行ってこいって言って言われて行って、で降りてきて、どうやったって聞いて、うん大丈夫やったでって言ったら、ほんなら俺も行くわっていう、なんかお兄ちゃんがおる知り合いがおる、おったん？それ妹的には、もちろんね、好きやったら怖くないじゃない、全然怖くないね、好きやったらね。お兄ちゃんはその妹の怖さのその加減で行くん、多分そうやと思いますよ多分ね、まあ、多分妹が泣いて怖かったって言って帰ってきたら、なるほどみたいになるんやと思うんだよね。だから妹が怖くないぐらいやったら俺も行けるっていう判断なんやね、きっとね、まあ、妹平気だったら行けんじゃん俺もみたいなでも自分は怖いんや、でも一番最初は試さないんやと思いますよ。なるほどね。なかなかね、面白いですね。はいはい、でもう一つか。あ、そうか。もう一つは泣く日。これ語呂合わせで泣くですね。あ、7月9日で泣く。はいはい、なんかあの涙活ってあったもんね。そうですね。はいはい。喜怒哀楽の感情を豊かに、して。それについて考えましょうという人になっております、で、まあ、泣くことでストレス発散になったり免疫力を高めるなどの効果があると言われております。そう、涙流すとね免疫力が、ね、上がるって言われていて、だからストレスがずっと溜まると免疫力落ちるじゃないですか、でだから涙流すことによってその溜まってたストレスが解消されるんで免疫力が上がるっていう、そういう仕組みやと思うんですけどね、
そうそうそう、だからルイカツとかって、うん、なんか週末にね、うん、いやだからここでやってえんちゃんルイカツ、ね、今もやってるんですかね、そう泣ける作品上映しますみたいな、泣ける作品とお酒があれば、あーもういいんじゃない、あでもお酒で逆になんかストレス溜まらない泣ける手紙ってこと、そう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 、泣ける話、泣ける話、そうそうそう、で当たったその泣ける話をその人が朗読するのをお互い聞き合いっこするみたいな、泣き合ってそうですよね、この子がやっぱあんあんあんカオスいやいいと思うけどな、まあまあ、そういう日もあってもいいかなと、ねえ、ちょっと考えてくださいよ、ねえねえ、はい、多分ほらあのなんていうのあのあれでそのコロナでさ、うん、みんなで集まって何かするっていうのもなかなかできなくなってて、ね、でまあリモートでっていうよりやっぱりリアルでここでさ、うん、一緒に体感するっていうやつの方が俺価値あるような気がするから、うん、案外それって受けるかもね、はい、でもそういう方が面白いかもしれないね、うん、なんかほんまにテーマ、ね、一個のテーマをドンとあって、はい、それにね、じゃあとりあえず来年の7月9日はルイカツのなんかイベントやってみる、確かにね、そう、まあ、それをまあとりあえずちょっと企画しつつ、うん、なんかちょっと、ね、あのそういうイベントを打ってみてでそれまでにこうあのみんなに7月9日集まってねみたいな、泣くよみんなで、泣くよそうそう泣きに来てねって、はい、そんな感じでやってみたらどうでしょうかって感じですけど、はい、はい、以上です、はい、はい、ということで、次はですね、このプレゼンありかなと思うんですけども、はい、またしてもですね、映画の、監督にインタビューしてまいりましたので、はい、それをまず、ご覧いただきたいと思うんですけども、今回、取材させていただいたのは、さよならバンドアパートという映画の、監督で、宮野啓司監督という監督なんですけど、まあちょうどね僕よりちょうど5歳上の方でしたね、京都出身の方なんですけど、はい、で、これね小説がもともとありまして、さよならバンドアパートっていう小説があって、平井卓郎さんっていう方が書かれたやつなんですけど、あのクーランドっていうそのバンドをやってらっしゃった方で、それのギターボーカルされてた方で、あその方がそうです、ははははで、で実はどうやらもともと重曹で活動をしてはったらしいんですよね。でそれがあのメジャーに行って、うんうん、いろいろあって挫折しはって、うん、でどん底に落ちて、うん、でまた今、十条っていう、はい、あの関西でも活躍してる、うん、バンドグループをまた作らはって、うん、で活動されてるという、そういう方なんですけどね、うん、でその方のまあそれこそ本当青春時代から、うんうん、少年時代からあの現在ぐらいのところまでを描いてるのかな、なんか結構その筋では売れたらしいんですが、はい、でそれをがその小説が映画化された、さよならバンドアパートの、宮野啓司監督に、まあ、宮野監督自身も実は、昔バンドをされてたらしくて、はい、まあ、あのバンド活動をやってた人にはまあ、よくあるかな、あるかもなって、ああ、うん、あるよねこういうことってっていうようなお話がすごく詰まった、うん、映画ということなので、まあ、どういう映画か、予告編を含めて、インタビューをご覧いただきたいと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。みんな心に穴が開いてね、眠りに落ちるような儚い出会いだった。ガイドが負い目持たんと生きてる人間なんておるんかな。あんたプロなり？プロ約束や。約束ってメイドキスのもんや。歌わへんか。今日から歌う人やろ。多分孤独って人間と人間の隙間みたいなとこにできんのかな。僕たちは明日生きていることも知らなかった。やがて大きな地震が来ることも、新型ウイルスで世界が大騒ぎすることも、そしてどうなる？約束叶うわきっと。もうしばらくしたら僕たち二人が二度と会えなくなることも。笑えなくなって泣けなくなって死にたくなった夜と、笑えなくなって泣けなくなって死にたくなった夜と、笑いたくなって泣きたくなって生きていたよどうしよう。歌おうとないつかは武道館、いつかはバンアパ。は？バンアパ？もうもっともっと理想高く持てよ。
川島くんの歌ずーっと聴いていたいの。自分が何者かなんて誰も教えてはくれない。本日は、さよならバンドアパートの、はい、宮野圭司監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、この作品の、まあ、あらすじというか概要というかどういう感じの作品なのかをちょっとおっしゃっていただいていいですか。はい、いわゆるバンドマンの、はい、成長物語っていうことにはなるんでしょうけど、はい、もともとは原作があって、はい、原作の小説があって、はい、でそれを書かれたのが、はい、もともとクーランドっていうバンドがありまして、はい、もう解散されてるんですけど、はい、そこのギターボーカルをされていた平井拓郎さんという方が実体験をもとにした小説を書かれて、はいはい、でそれを映画化させていただいたっていう経緯。まあ、タイトルもそうだし内容もそうなんで、作品の中に出てくる楽曲がすごく良くて、うん、詞もすごくいいし、なんか本当に全部めっちゃすごいいい歌ばっかりだなと思いながら、主役をやってらっしゃる清家さんの、はい、まあ、歌も良かったんですけど、うん、歌詞もすごく良くて、誰でも平井さんが書かれている、うん、平井さんの歌詞ですね。で、もともとはクーランドの、うん、楽曲だったり、なるほど。で今平井さんが別のバンドで十条っていうバンドで、うん、はい、関西でも活動もされてるんですけど、はい、で十条の楽曲とクーランドの楽曲をチョイスして、うん、でも徹底的に聴きまくって、でやっぱり原作を読んだ時の印象でもあるんですけど、はいはい、言葉がやっぱり、うん、輝いている方で、はいはい、でそれをなんとかその劇中の主人公の心情に重ね合わせたい、はい、だから音楽映画を作りたいっていう、うん、作りましょうみたいな、作るんだみたいな発想ではなかったんですよ、うん、もともと結果的にでも音楽がこう、そうですね、っていう感じですね。それはまあバンドマンの話でもあるし、はいはい、基本的に主人公が心が動くタイミングで曲を入れていってるんですけど、あくまでもその装置的な、舞台装置じゃないけど、装置的な使い方を音楽でやってるっていう。特に今回この作品でいろんなそうチャレンジをされているというか、はい、まあ、ある意味僕いわゆる既存のドラマとか映画っていう形とはちょっとなんか形態違うかなと思ったんですけど、そうですね、小説的な部分もあるし日記的な部分もあるし、うんうん、見方を限定しないっていうか、はい、いろんな見方のできる作品って言えばいいのかよくわかんないですけど、そういう作品だなってすごく思ったので、狙った部分とかありますか。いや、この作品でというよりも僕の映画の作り方自体がそうみたいです、はい、あ、そうなんですか。いわゆる観客っていうか見る人に対してのサービスが少ないんですよ、はいはい、僕の映画そうなんですね。いや、そうなんですよ、はいはい、で、まあ、今回に限ったことではないんですけど、はい、いや今回は原作も少年時代から大人になって、まあ、いろんなことがあって再起をして、はい、で現代よりまだ先の時代まで描かれているのが原作だったんですけど、でその中で僕が切り取ったところっていうのが、主人公のこう青春の終わりを描こうと思ったんですよ、はいはい、ああ、なるほど。そのテーマだけを自分に貸して、で原作の言葉だとか場面を切り取って自分の中で解釈をして、ディテールをつけていった、97分になりましたっていうのが今回の映画で、情報を伝えたいとか、うん、そのサクセスストーリーで、うん、多分主人公の物語の行方を追っていくっていうか、うん、ストーリーを追っていくと、でっていうことにはなると思うんですよ、はいはいはい、いやでもそれを描きたいっていうところで、だからあれですよね、そのまあラストシーンはその、まあ、あれになったわけですよね。そうです、もう本当にこう青春の終わり、はい、第一章の終わり、はいはい、で次どうなっていくのっていうところはそれご覧になる方々が考えていただきたいであったり、はいはい、その場面場面が割とこう断片的なのも主人公の心情としては、うん、僕の中ではつながって、はい
得るんですよ、はい、こう、はい、大きな波だろうが、はい、緩やかな波だろうが、はい、ずっとつながってはいるので、あの心の動きをたぐっていってもらえれば、うん、最後までは見ていただけるのかなっていうふうには思うんですけど、あのじゃあ何かの答えが提示されてるか、とかメッセージが提示されてるかって言ったら、はい、そうではないかもしれないです、ね。そういう意味ではあの既存のって言ったらあれですけど、はい、そのいわゆる音楽映画と言われてる、はい、そのサクセスストーリー的なものでは全くないかなっていうふうに思います。いやでも今回本当にね、私から見させていただいたら、あの、まあ、物語の作り方っていうのもそうなんですけど、清家さんにしてももともと役者さんじゃない、はい、なんか監督があの書いてあったやつの中でかっこいいなと思ったのが、はい、アーティスト、音楽アーティストっていうのは、はいはい、あの基本的に表現者なので、はい、芝居はできると僕は信じてましたって、はい、すごいことがあったなと思いながらでもその伝える上で重要なのが、うん、自分伝える側自身がしっかり心を動かしてるっていうのが必要で、そうですね、そうじゃないといくらいい詩でも、うん、いいメロディーでも伝わっていかないじゃないですか、はい、たとえ1メーター2メーター先でも、はい、だからそこをずっと訓練されているアーティストだから、うんうん、はい、そのセリフなんてあの、はい、どうでもいいって言ったらあれですけどセリフってありますよ、それ約束事だからありますけど、はいはい、あのそれは観客に対して情報を伝えるっていう一個なので、うん、はい、でもその根本的なものを彼は持ってるんで、はいはい、あのセリフは どうでもいいっていう柱の順番通り取らないじゃないですか、うん、はい、用意スタートでカチンコになったら、はい、瞬間に心を動かさなきゃいけないっていう特殊なやり方じゃないですか、はい、だからそこがもうやっぱり拠り所で、はい、そういう意味で言うとあの森田さんの起用ってすごく大きいというか、はい、彼女って、まあ、僕もあの随分前から注目している女優さんなんですけど、はい、いやすごかったなと思いましたね。で元々神奈川の人ですね。あ、そうです、そうです、ね、はい、あの大阪の主婦感すっげー出てるっていういやこれ完璧でしたね。で完璧で今回方言指導つけてないんですよ。つけてないんですか。つけてないんですよ。でなんでかって言ったら、はい、いや監督関西出身ですよっていうところでそこで削られたんですか。じゃあいや僕呼びますわって言って台本全部セリフ全員分読んで、はい、それを切り分けてそれぞれに送ってもらってるんですけど、大体の人はそれを受け入れてなんとなくニュアンス覚えてきてくれるんですけど、森田さんはやっぱり関西弁にディテールにもこだわるので、いや僕が呼んでいるあのイントネーションはあの大阪弁ではないんではないかっていうふうに分かったなそれ言われて、いやそうかもいやそれはそうかもしれないけど、え 京都のどちらですか。いや京都の僕南の方の常陽っていうところ、あ常陽市、はいはいはい、はい、割とだから言葉的にははんなりした方ですよね。いやそうですね、いやそこまでこだわるんやっていうのは僕の中であそうっすかいや、まあ、確かにそう言われてみたらそうかもしれないけど、いやでもそこまで厳密じゃなくても、いやそこまでどうかなっていうのは思ったんですけど、はいはい、いや本人がこだわってられるので、はい、いやどうしましょうかっていうところで、はい、あのご自分で、はい、あの いろいろ調べられたりして習得されて現場には来られましたね。でしかも主婦感をちゃんと出してくるっていうのがもうあれはやっぱすごいなと思いましたね。あの一発目からですよね、はい、ファーストシーンからもうね、あの一言でうわ主婦やっていう感じの、はい、もうちょっと僕は度肝を抜かれましたけど、はい、現場でもあの、うん、お芝居終わって、はい、止めるじゃないですか、うん、カットって止めるじゃないですか、はい、で OK か NG かって、うんまあ、普通に言うんですけど、うんはい、お見事って言いました今度から使おう森田さんに関してははいお見事まあそうなりますよね。でもね、いや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 、なるほど、はい、わかりました。じゃあ監督からですね、ぜひ、はい、あのご覧になっていらっしゃる皆さんにですね、はい、一言メッセージを お願いします。はい、今回のさよならバンドアパート、これはあの僕の中では青春映画だと思ってます、うん、あの主人公が、青春の終わりに向かっていく97分の映画なんですけど、97分かけて青春の終わりに向かっていく映画だと思っていて、まあ、音楽バンドマンの話なので、
もちろん音楽をされている方とか目指している方で、あるいは、バンドマンを支えている人とか、そういう人には心当たりがあることばっかりだと思いますが、音楽に関わってない今のこう身の振り方であったりとか、これからどうやって自分は足跡を残していったらいいんだろうかということで思い悩んでいる方にとっても何かのヒントがあると思います。ぜひ劇場のスクリーンで見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。これだって楽曲ね、すごくいいんで、音響は映画館の音響で聞かないと、そうですね、絶対あれですよ、サブスク待ってるとかで やめた方がいいやつです映画館で聞かないとめっちゃ損した気分になる作品だと思いますんで、はい、と思います。はい、ということで今日はですね、さよなら、バンドアパートの、宮野啓二監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで終わりました。ありがとうございました。宮野監督すごいね、すぐ打ち解けまして、何やろ、もう物柔らかな感じの、はい、本当にはんなりした感じ でなんかでも今はね、もう下北沢かなにいらっしゃるみたいなんですけど、だから関西在住じゃなくてもずっと向こうにいらっしゃってっていう感じなんですけどね。はい、でもまあ雰囲気がなんかすごい優しい雰囲気 で、ね、僕がなんか結構失礼なこと言ってんちゃうかなってドキドキしながら捨てる時とかでもニコニコしていただいてて非常にありがたかったなと思うんですけども、はい、という感じの、はい、内容でございました。はい、はい、まあね、バンドマンのお話ということで、まあ、予告編でもね出てきてましたけどもね、はい、本当にね楽曲すごくいいんですよ。詩がすごい立ってる歌ばっかりで、まあ宮野監督がおっしゃってたみたいに、主人公の心情の変化をできるだけその楽曲で表したかったってことなんで、ちょうどだから物語としてここに来てほしいっていう詩で来てるか だからそういうチョイスの仕方で選ばれてるんで余計入ってくるのかなと思うんですけど、はい、またちょっとね、まあ、ご本人は自分の作品はこんなんばっかりやっておっしゃってましたけど、またちょっと違ったチャレンジをされてるんじゃないかなって僕は思いますけども、はい、ぜひまたご覧になっていただけたらなと思うんですが、はい、一応これね、丸バツなんで、ありかなしかなんで、今日はじゃあ、私は、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは、このプレゼン、ありかなしか判定よかった。ありがとうございます。丸にしたポイントは何？だってその音楽がこう、うん、どんどん入ってくるんだろうなと思って、うんうんうん、ぜひぜひ見たいなと思ったんですよ。それでね、感情動かされたり、はい、心情、はいはい、そういう心情になったりっていうので、はいはい、いいなと思ったので。僕はでもぜひ女優さんであれば、本当に森田さん見たいですね。ですよね。まあ、ちょっとね予告編でもちらっとこう言ってるところが出てきてるんであれですけど、まあ見事でしたね。はい、彼女の演技は素晴らしかったですね。はい、ね、そのお見事ってね。ねえ、監督が面白いですね。カットオッケーとかね。くなるよね。お見事。カットって言った後にチェックして。お見事俺も次から使ったろうと思ってはい、ということでございます。で、これが、ね、7月15日から、はい、ね、これが、あ、そう、シネマート、心斎橋、で始まりまして、うん、でその後ですね、京都南会館で、8月12日で13日から、元町映画館ですかね、での公開という形になってますので、また皆さん劇場に足をお運びください。はい、ということで、このプレゼンありかなしかでした。はい、はい、では続いてあゆみ。はい、はい、7月9日本日ですね、はい、チョイスの日です。イエイ、はい、10日もチョイスの日です。イエイ、イエイ毎回したらアカウントなのかやめとこうか。で、で9日は先週ね、はい、説明したんでね、説明した、はい、トランスフォーマーと22年目の告白、はい、私が殺人犯ですですね、はい、を2つを、楽しみます。はい、はい、で10日の日がスタンドバイミー、はいはい、で、サードがアイアムアヒーロー、はい、でサードがダイハードラストデイを楽しみたいと思います。はい、はい、アイアムアヒーローとダイハードラストデイは後でグッジョイで詳しくやっていきます。はい、はいはい、そしてイベントが
たくさんございまして、はい14日が、クリプトスタディでございます、はい仮想通貨のお勉強会いたします、はい、18時オープンで、ワンドリンク以上のオーダー制となっておりますのでお越しください、はい、15、16、17、18と雑貨店という雑貨店4日間連チャンで、はいオープンいたします、はい、ちょっとねお時間の変動ございまして15日は14時から18時まで、で16、17はいつもの10時から18時で、18日は10時から15時までとなっておりますのでお間違いないようにお越しください。お待ちしております。もうね気軽に入っていただいて商品見てもらえればありがたいなと思いますのでお越しください。はい、てな感じでございます。はい、はい、ありがとうございました。さあそれではいきますよ、はい、今日のグッチョイ、はいはい、ということで今日のグッチョイは、はい、1月10日日曜日に、チョイスな日ございます。アイアムアヒーロー、ね、はい紹介いたします。アイアムアヒーローは、はいはい原作がそうですね、コミック原作、はい花澤健吾さんのベストセラーコミックを、はい映画化された作品となっております、はい、大泉洋さん主演で、有村架純さんとか長澤まさみさんも出ております、はい、これがまたね、ビジュアルがドンピシャリなんですよね、うん、ねえ、ね、もう本当にコミックから抜け出てきたかなっていうような、うん、で大泉洋さんがものすごいだから作ってきてらっしゃる、うん、作り込んでるだけになんか本当にそのコミックの主人公がそのまま動いてるかのようなうという評価がすごい高いですね。ゾンビ映画です。はい、ゾンビ、ゾンビ、はい、パニックホラーになっております、はいはい、ゾンビがね。原作読んだことないよね。読みます。あのねチラ読みしてるんですけど全部読んでないんですよ。うん、ただなんていうんですか、要は全然ヒーローじゃないの、うん、主人公、うん、全然ヒーローじゃなくて全然見たら非モテの男の子なんだけど、うんはいそういうそのゾンビの状況に置かれた時にオタク知識がすごく生きてくるというか、なるほどね、はいはいはい、でヒーローになっていくっていうようなお話だったと思うんですよ、うん、はい、はい、はい、だからまあ何やろう、まあ、普通の人がヒーロー化していくのかっていうようなところがね、うんはいすごく面白いんじゃないかなと、うんはい、それがまただって有村架純とかね、ね助けていくという話なので、はいはい、広いね、はい、有村架純さんなんか反ゾンビ状態になってたって、うん、あー、加藤さんがね、はいうん、ね、はい、はい、はい、そしてもう一つが、はい、ダイハードラストデイ、はい、2013年の制作映画で、はいはい、だから最後の作品という感じ、ブルースウィルス、ブルースウィルス誰やねブルーウィルスって、ブルースウィルスなんかブルーの青いウィルスみたいな、ゾンビから来ちゃったかもしれない、あーなるほどね、そういうことにしとこうか、ウィリスですね、ブルースウィリス、ブルースウィリス、まあまあね、ね、ブルース・ウィリスも失語症でね、俳優を引退されちゃったんです。そうなんですね、はい、だから在りし日の姿がまた見れるということで言うと、はいまあ、ぜひまた見ていただきたいなというふうですね、うん、そうですね、はい、はい、2013年なんです ね、 ね、うん、結構結構前ですよね、もう9年ぐらい前、はい、シリーズから ね、 ねどんどんされていった、はい、これが5作目ダイハードね、うん、5作目がラストですよね、確かね、うんうんうん、はい、はい、作品を楽しみたいと思います。はい、はい、ということで今日のグッチョイこれでまとめなかったはい、ということでエンディングでございます。はい、はい、ね、僕がしょうもない、話をぶち込みすぎて、だいぶ長くなったんで今日だいぶ出てます、はい、出ております、だいぶ出ておりますけども、まあ、編集でつまみながら頑張ってやりたいと思うんですが、はい、まあでもねやっぱり、まあ月も変わってもう7月だって、先週がちょうど折り返しだったでしょ、折り返し、年の折り返しの日だったじゃないですか、それからもう1週間経っちゃったわけですよ、はい、で7月も、もう半ばに来週はもう入っちゃいますから、はい、
とにかくですね、季節がどんどん変わっていって、いろんな新しいことも多分始まっていくんですが、はい、あの皆さん、あの体調にはくれぐれも気をつけてですね、そうですね、健康でないと何もできないんでね、タブレット食べて、そう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 、はい、もうやばい時はもうこれをね、舐めていただいてですね、何やったら水なんかポンって入れたらポカリセットできますので、はい、飲んでいただいてという感じでよろしくお願いしますという感じでございます。はい、はい、来週またですね、おそらく、映画の紹介になるかと思うんですけど、はい、楽しみにしててください。結構ね、ビッグネームの監督への、はい、取材依頼が来てたりとかしますので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。はい、それでは、今週これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。